はい、皆さんこんにちは。アラフィフ婚活中のあざとかわいりょうこです。今回は秋まで使える紙ワンピ第3弾ということで、こちらのレトロ防体ワンピースをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではアラフォーアラフィフの婚活コーデ、デートコーデ、お出かけコーデをご紹介していきます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速始めていきたいと思います。今回のこの防体レトロワンピースなんですけども、柄の方がレトロ柄ですね。最近流行りのレトロ柄になっています。ブルーの方とこちらのブラウンの方のカラーがあったんですけれども、やはり顔つりを考えるとこちらのブラウンのカラー、パッと見たらまあオレンジみたいなカラーが強いんですけども、この柄カラーの方がすごく顔写りが良くて、顔が明るく見えてお肌が綺麗に見えます。それでこちらのカラーを採用してみました。それでですね、防体ですけども、防体も細身の防体になってますので、襟の方も細身になってますので、レトロといっても上品な感じになってます。でウエストの方もギャザーが前後ろ入っていますので、ほっそりしたラインに見えます。で袖の方は七分袖になってますので、今からも使えますし、秋までも十分使っていただけます。でお袖の方もギャザーが入っていますので、ちょっとまくったりもできますし、いろいろ活用していただけると思います。着丈の方は先ほど S サイズで実寸測ってみたんですけれども、118センチから119センチありましたので、こちらも着用して確認していきたいと思います。では早速着用してみます。はい、では着用してみました。こちらの防体ワンピースなんですけれども、ちょっと吊るしておくだけで生地感としてしましては、シワがあんまりつかないのですごくいいです。いつものワンピースよりちょっとシャリ感があって、ちょっとしっかりしてますね。いつもの夏物よりは少ししっかりめの生地です。はい、こんな感じで多少しっかりしてますので、シワがあんまりつきにくいところがすごくいいなと思います。で顔写りもやっぱり肌に近いオレンジが結構入ってますので、可愛く見えます。レトロ生地といってもそんなにレトロレトロしてないかなっていう感じで、結構可愛く着こなせるんじゃないかなと思います。はい、でちょっとこう気になるのが、いつものウエストより少々きつめかなと思います。全体的な長さとしてはくるぶしより10センチぐらい上ですかね。こんな感じです。で全体的に細身のシルエットになっています。でウエストはいつもよりちょっときついかなって感じですかね。まあ余裕的にはこれぐらいなんで、そんなに余裕もないし、ちょっとここらが出てるので、ちょっと私でもぴったり、ちょっと後ろから持ってくれば余裕があって目立たなくなるんですけれども、まあ、ギャザーがあって、まあ、ちょっと細身ですね。いつもよりちょっと細いかなって感じです。で後ろを見た感じでこういう感じになっています。はい、で着丈になってますし、なってますけど、ちょっと長めにすれば、まあ、私の153センチだと結構余裕の長さになっているので、秋中盤から終わりぐらいでも全然使っていただけると思います。はい、でレトロ感とこの防体がすごくここの胸も V になっていて可愛いですね。はい、ちょっとベルトもつけますね。はい、こちらが先日買った編み編みベルトしてみました。結構可愛いんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。編み編みベル
ということで、まあ、秋も使えますし、今は、まあ、開けて羽織物として着ていただいてもいいんじゃないかなと思います。すごく可愛くて上品にしますね。でリトル柄でも、まあ、アラフォーアラフィフでも採用しやすいですし、生地もさらっと着えますので、すごく着やすいです。はい、生地もシワになりにくいので、ちょっとした旅行なんかにもこれから秋口に持って行かれてもいいんじゃないかなと思います。はい、でこちらのバッグと合わせてもすごく可愛いなと思いますので、旅行とかにもちょっといいんではないでしょうか。さらっとしてすごく着やすいです。でこちらのワンピの、あの羽織物としても活用していただけますので、コーデをいくつかやってみますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、こちら着用してみました。白のリブニットの下にちょっと光沢のある GU のこの人気のパンツを合わせてみました。こちらですね、包帯ワンピースの方にも白のオフホワイトのカラーが入っていますので、こちらに合わせることによってすごく上品にしています。スポーツ観戦とかちょっと秋の行楽とかにもいいんではないかなと思います。で着用しても楽ですし、まあ、羽織物として着ることによってすごく高みへも着ていると思います。でちょっと暑い時にもこうまくったりもできますし、うん、寒い時にはこうしたり当たり前ですけど、すごく可愛いんじゃないかなと思います。大人チックな感じでいいんではないでしょうか。では次のコーデに行きます。次は紫のマーメイドに合わせてみました。こちら上の方を閉じて下の方だけ開けて着用しています。紫のマーメイドもちょっとチラ見せみたいな感じで、すごく可愛いです。で本当にレトロな感じが生かされて、すごく可愛いコーデになっていると思います。はい、こちらもお出かけデートとかに着用していただけたらいいかなと思います。レトロだけどモダンな感じになってますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。こちらは白のミニティに、こちらのミドルライズフレアジーンズを合わせてみました。はい、ミドルのフレアジーンズですね。ここらが辺が細くなっていて、裾に従って少し広がっているようなデザインになっています。こちらのスタイルがすごくよく見えていいなと思ったので今回買ってみました。ちょっと S サイズ、私のサイズにはぴったりですね。カジュアルのデートに着ていただいたらすごく可愛いじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。でこの、まあ、ネイビーの色のカラーとこのレトロワンピースのオレンジ系のカラーがすごくマッチして可愛いなと思います。色合い的にもすごく合うし、可愛さが増しているんじゃないでしょうか。ぜひこちらも参考にしてみてください。すごくこちら着やすいですし軽いです。はい、今度はブラウン系に合わせてみました。ブラウンのキャミソールにこちらのブラウンのスカートを合わせてみました。でこの、包帯の方もブラウンカラーっていうところで、そうですね、オレンジ系のカラーとかブラウン系のカラーが柄に入ってますので、こちらもすごく似合うと思います。こちらも同系色で合わせていますので、すごくまとまりがあって可愛いんじゃないかなと思います。ちょっとキャミソールがちょっとブカブカなんですね。皆さんお持ちの綺麗なキャミソールがありましたら、同系色で合わせていただいてもすごく
綺麗な着物じゃないかなと思います。こんな感じです。はい、最後のコーデは白のキャミソールに白のマーメイドを合わせてみました。白のマーメイドと合わすとすごく色合い的には合っています。でちょっとこう白抜けすることによってすごく可愛く見えるなと思います。で羽織っていても楽ですし、結構細く細いもの、こういう風な感じちょっとしてもすごく可愛いなと思いますので、皆さんいかがでしょうか。マーメイドやっぱりすごく可愛いですよね。長さ的にもちょうどいい感じです。こちらのマーメイドとこれの長さがちょうど同じぐらいになるので、エレガントな感じになっています。ぜひぜひお出かけに参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではアラフォーアラフィフの婚活コーデ、デートコーデ、お出かけコーデをご紹介していきます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で、皆さん暑さにお気をつけてください。